ゴールドカントリーは鉱脈を意味するは、アメリカ合衆国カリフォルニア州の中央部から北東部にかけての地域の故障である。ここは1849年のカリフォルニアゴールドラッシュ時代にフォーティナイナーズと呼ばれた移民の波を引き寄せた鉱物資源と金鉱脈があることでこの名前が付けられた。カリフォルニア州道49号線が南はマリポサ郡から 北のシエラ郡までゴールドカントリーの中を貫いて建設された。この道路はフォーティナイナーズにちなむ命名である。ゴールドカントリーにはカリフォルニア州の12の郡が含まれている。すなわちアマドール郡ビュート郡カラベラス郡エルドラド郡マリポサ郡ネバダ郡プレーサー郡サクラメント郡シエラ郡トゥオルミ郡プラマス郡およびユバ郡である。 ゴールドカントリーはシエラネバダ山脈の西側斜面にあり、サクラメントバレーまで降りてきている。最も古い地質はシエラネバダ山脈の峰々に近い地域の最東部に沿って見出される。古代の海底都市まで構成され、約2億7500万年前の古生代後期に北アメリカの生誕に付け加えられたものである。 ゴールドカントリーの西側はかなり後の時代である、約1億5000万年前の中世代中期から形成されており、太陽底から大陸の縁にあったとされる物質で作られている。花崗岩の大量の貫入によりそれら陸地の形成が促された。10マイルもの表層物が過去7000万年間にわたって侵食された後、これらの貫入が シエラネバダ山脈中の表面に現れた。五千万年前からは、川と火山が、堆積物を積もらせ、シエラネバダ山脈の麓丘陵部の高い尾根部の上に、見られる厚い層を形成した。ゴールドカントリーの大部分の気候は、イタリアやスペインの気候に似ており、ワイン用ブドウとブドウ園が地域内主要産品であり、産業になっている。 100カ所以上のワイン醸造所が地域内にある。冬は冷涼で雨が多く平均して、年間30インチの降水がある。雪もたまに降って、特に東部のシエラネバダ山脈の斜面で、高度の高い地域では、降雪が多い。冬季の気温は、下肢20度台後半から下肢50度台半ばである。夏は乾燥して暑く、気温は下肢100度を超えるところも多い。 この地域の春と秋は大変短い。ゴールドカントリーの都市や町は、ゴールドラッシュ時代の鉱山町が多い。北緯38度24分整形120度48分、北緯38.4度整形120.8度、38.4-120.8。ありがとうございます。